発声フィルム私は理学博士井川雄一の犯罪を彼の心理過程や犯罪動機や科学的な計画について小説風に殉職せず近頃流行の実話風に記述したいと思う私にはよくはわからないのだけれども小説は作者の恥じする主張や作者の意図 あるいは空想を多少読者に強いようとする傾きがあるに反し実話は事実以外にわたることをできるだけ極限し読者に想像の自由を与え判断を加える余地を残すところに特徴があると思うさて理学博士井川雄一は彼の犯罪が発覚するまでには多少編集的なところはあるがそれは 学者によくあありり、がちのことであり一般からは近現温厚な焦燥物理学者として尊敬せられ彼の妻珠世を除くほかは誰一人彼を変態性欲者だと知る者はなかったすなわち彼の妻珠世はただ一人のそうして最も深く彼の変態的なことを知っている婦人であった このことが悲劇を起こす大きな原因であることは後に思い合わせられたのだった。井は博士を知る人たちは誰でも彼の家庭を羨まぬものはなかった。表面に現れる限りにおいては妻の珠代は怨霊抵粛そのものであり、博士は貧困法制そのものであり、ことに博士が たまよ夫人を溺愛していたことは、かえってそれが、時に博士の唯一の避難となって現れるくらいであった。博士がいかに夫人を溺愛していたかという一例は、彼が勤務時間以外、いついかなるところへも夫人を伴って行ったことは有名な話で、いまだに一つ話にされることは、某雑誌社の 通俗科学座談会に出席したときにまで、夫人を同伴したということだ。また、博士の犯罪が発覚した後、ある一人の文科生は、彼がかつて博士を訪ねたときに、夫人は風の気味で寝ていたが、博士が湯殿で何かしておられるので、何の気なしに覗いてみると、博士は夫人のウンターホーゼをしきりと選択していて、 振り返り返ざま、あの女のような白い柔和な顔をパッと赤くせられたので、非常に困ったことがあったということを、ごく親しい者だけに話した。これなどは、博士が変態性であったことを証明することになるかもしれない。私は、博士とは研究上のことで、たびたび会って話したことがあるが、玉代夫人とはほとんど言葉を交わしたことはない。 ただ、非常な美人で、いつも寂しげに、にっと微笑んでいる夫人であるくらいのことしか知らない。それに夫人は、現存中でもあるし、詳しいことを述べるのははばかるが、彼女をよく知っている者の,の話では、夫人は実に、典型的な日本女性で、驚くべき人獣性に富んでいるということである。もし夫人に、この驚くべき人従性がなかったら、 おそらく破綻はもっと早く起こったろうと言われている。とにかく以上の事実で、変態性の井川雄一が、いかに変態的に妻の玉代を熱愛し、玉代がいかに甘んじてそれを受けて、あるいは忍んでいたかが、ほぼお分かりのことと思う。さて破綻は、彼らが結婚後約10年。 博士が38、珠代夫人が32の年にやってきた。彼らには子供はなかった。破綻の原因は、珠代夫人が彼女よりも2つ3つ年下の北田恭一郎という青年と親しくなったということに始まる。彼らがどの程度に親しくなったかということは、現存中の珠代夫人の名誉にもかかわるし、 かつ彼女が口を冠して語らず、相手の北田は井川に殺されてしまい、博士自身は妄想患者になってしまった今日、正確な判断を下す材料は全然得られない。多少真相に触れたような人たちですら、果たして夫人に不定行為があったか、それとも単なる博士の憶測に過ぎなかったか、はっきりわからないらしい。 しかし、博士の受けた苦痛の大きさは、事実、不定行為があったか、または単なる彼の邪推に過ぎなかったかにかかわらず、全く同一であった。というのは、玉代夫人が真実を語っているということを信じない限り、彼は全然両者を区別することができないからである。博士は夫人を溺愛していて、 彼女をすっかり信用していただけに、彼女が北田青年と少し親しくしすぎるということを悟った時には、両者の関係はよほど進んでいたのだった。博士が両者の関係に気づき始めた時に、いかに勝利したか、彼は獄中で次のようなことを書いている。世はありうべからざることに包着し、 呆然自失せり。世は世の神聖なるべき妻を疑うということそれ自身に絶大の苦痛を覚えん。しかれども世は妻の不貞行為につき疑惑を生じ始めたる日より、以前に遡り、あるいは以後の出来事につき考え合わすに、事実はますます確定的となれり。世は大能少女。 日夜、悶々に耐えず、ついに病と称して客を避け、画商の人となるに至れり。博士は、ただいたずらに煩悩するのみで、玉代夫人に質問を試み、あるいは救命をしなかったかということは、二人の間の秘密であるから、遺憾ながら、第三者にはわからない。ただ、彼女が参考人として、余診判事の取り調べを受けた長所に、 次のような一節があるのみである。問い。被告は参考人にその抱いている疑惑につき何か質問をしなかったか。答え。はっきりではありませんが、そんなことを言いました。私は無論打ち消しましたが、どうしても信じてくれませんでした。問い。 それは一度か、それともたびたびか。答え、たびたびあったように記憶しています。さて、妻の行為に不定の疑惑を抱いて、日夜反問していた博士は、どうかしてその実証を握ろうと簡単を砕いた。そうして普通の手段では到底達しられないのを見ると、ここに彼は、 そのの科学的知識をを利用してて一つの計画を立てたこの計画は、賢治の論告によると、殺人予備行為とせられている。しかし、博士は殺人を決心したのは、それよりずっと後であって、それはこの計画の成功からヒントを得たには相違ないが、この時は単に、妻に不貞行為ありや否やを知るつもりに過ぎなかったと、公弁している。 博士の計画はどういうことであるかというと、博士の邸内で行われるであろうところの玉代夫人と北田青年の会見のありようを二人に何ら気づかれることなしに科学機械によって記録しようというのだった。最初、当然彼の頭に浮かんだのは写真の撮影だった。二人が不定行為をしているところが写真に撮影できれば、 これくらい厳然たる証拠はない。しかし、このことには非常に困難が伴った。写真機械はこっそり備え付けることはできないことはないが、自動的にこっそり撮影するということが難しいのだった。秘密に備え付けた写真機は視野が非常に狭いから、撮影開始は後に述べるような方法で、 彼らが密室に入ると同時に行えるけれども、その時に果たして彼らがレンズの範囲内に入っているかどうか、はなはだ心もとない。また、ただ一枚の撮影では、果たして欲しているところのものが得られるかどうかは疑わしいから、連続的の撮影、すなわち活動撮影機を使用する必要があるが、それには第一に困るのは、 光線の不足である室内の光線では到底満足なものは得られない事実博士はこの方法を一二回試みたけれども全然失敗に期したそこで彼は非常に感度の高いフィルムを作ろうと研究してみたけれどもこれは一朝一夕にできる仕事でなかったから写真撮影はついに断念するのほかはなかった 博士が知力を傾けて考案したのは、そうして成功したのは、発生フィルム法であった。読者は博士がなぜに探偵を使用し、あるいは自ら彼女を尾行し、あるいは室内を除いて事の実費を正そうとせず、各無縁な骨の折れる方法を取ったかと疑われるかもしれない。 検事の指摘したのもそこで、そのゆえをもって、彼は博士の発生フィルム法を殺人予備行為と論じたのである。しかし、探偵を使用することは、無論博士としてできなかったことであろうし、彼のごとき編集教的科学者が、自己の科学的知識によって、機械を使用して確固たる証拠を得ようと試みるのは、 十分あり得ることであろうと思う。これは単なる私の想像であるが、彼は後には妻の不定行為の実費を正すことよりも、その方法を考案することそれ自身により以上の興味を持ったのではないかと思う。彼はその方法の考案に実に2年間を費やし、満3年の後、ようやく成功したのであるから。 ここで私は、ちょっと発声フィルムのことを説明したいと思う。もとより私は専門家ではなし、十分満足な説明はできないし、ことによると、とんでもない錯誤を述べるかもしれぬ。しかし、今私は執筆を急いでいるので、あいにく専門家に問いただす余裕を持たないから、その点はあらかじめご了承を願うこととする。 発生フィルムに使用するフィルムは、映画撮影に使用するフィルムと同一の性質のもので、セルロイドの薄い細長い板に漢光膜が塗布してあるもので、漢光膜は光線に露出した後に、現像作用を行うと当てられた光線の強弱に比例して、明暗をその上に表すものである。音響は諸君もよくご承知のごとく、 空気の波動によって生ずるが、もし空気中に起こる波の工程、音波はいわゆる縦波といって、海水の波とは少し性質を異にするが、わかりやすいために横波の概念で説明する。が、そのまま光線の強弱に変えることができたら、すなわち音波の高いところは光が強く、音波の低いところは光が弱い。 というふうに、つまり空気の波動の島を光線の島に変えることができて、その光線を移動しているフィルムに当てたなら、現像の結果、フィルム上には音響の強弱に全く対応して明暗の島ができるに違いない。これが発生フィルムである。音波の島を光線の島に変えるのには、フォトセル、光電池というのが、 仲介するることになっている逆にフィルムを発生させるためにはフィルムに人工光線を当てて移動せしめるするとフィルム上の明暗の島にろ過されてその度合いに対応した明暗の光線がフォトセルに当たるフォトセルに当たった光線の強弱に全く対応して電気抵抗を変え通過する電流に対応した強弱を生ずしめる こうしてできた断続的な電流は、すでに電話機においてよく知られている作用で、両端有利したごく薄い雲母板を振り動かし、先にフィルム状にインられた音と同一の音を再現するのである。井川雄一が彼の妻の貧困を探るために、苦心の結果考え出したのは、この発声フィルムを使って、 彼女の常人と考えられる青年との会話を記録しようというのにあった。この方法によると、アクションはいかんながら記録できないが、彼らの交わす会話は一言一句漏れなく記録することができるわけである。井川博士は、彼の留守中、二人が最も使用するであろうところの彼の書斎を選んで、そこに秘密の戸棚を作った。 戸棚は暗室になっていて、そこに射精器、映画撮影機と同一の機構を損するもの、フォトセルその他一切の装置を置いた。諸君はどうしてこの射精器が適当な機械において自動的に動き出して、ちょうどうまく玉代夫人と北田青年の会話を記録することができるであろうかと疑われるであろう。それには、 井川博士も非常に頭を悩ました。そうして結局、次のような巧妙な方法を発明したのである。書斎には大きな革張りのひじつき椅子があった。それには堅牢なバネが入っていて、腰を下ろすとともにふわりとくぼんで、良い接触を感じさせるようになっている。無論これは普通にある椅子と、 別に変わりのないことである。井川博士の着眼したのは、その椅子のバネである。彼はそのバネに、少しもわからないように、細い針金を連続して、誰かが椅子に腰を下ろして、バネがへこむと、それはちょうど、電冷のボタンを押したときと同じ作用で、電路が閉じ、電流が戸棚の中の装置に伝わることにした。すなわち、 書斎内の革張りの椅子に誰かが腰を下ろすと、たちまち電流が発生フィルム装置に伝わる。それと同時に暗室内にはパッと電灯がつき、同時にフィルムが回転を始める。かくて装置は活動を開始し、暗室の外部に少しも目立たないように開いているマイクロフォンから、書斎内で喋る言葉が内部に伝わり、 音響は電流と化し、電流はその強弱に応じて伝統を明滅せしめて、フィルム上に明暗を生ぜしめるのである。こういう風うに述べるとすこぶる簡単であるが、前にも述べた通り博士は、これを完成せしめるのに2年の年月を費やし、フィルム上に完全に目指す二人の会話を因するまで、 さらに万一年の忍耐を要したのである。それまでに彼は何十本となくフィルムを現像しては失望落胆を繰り返したかわからない。最後に博士が完全に二人の会話の入ったフィルムを得た時には彼がどんなに気絶したかけだし想像にあまりある。彼は深夜妻の寝静まるのを待って 苦心三端の結果得たフィルムを静かに回転しながらフィルムの発する音声に耳を傾けて悪魔的な笑みをニタニタと表したことであろうもし私に有名な怪奇小説家戸川乱歩の筆があったならこの一字を精細に描写するだけで読者諸君を戦慄せしめることができるだろうと思う さて、格のごとくして得たフィルムには、どんな会話が吹き込まれていたか。このフィルムは、後に井川博士が証拠隠滅の目的で消棄してしまったので、正確なところはわからない。しかし、博士自身の記述したところと、博士に利用せられて、このフィルムの発生を聞いた人間の話を総合してみると、おおよそ次のごときものである。 先生は相変わらずうるさいことを言って迫りますか。ええ。でもあなたは先生を愛しているんでしょいいえ、ちっとも。奥さん、近頃あなたもうまくなりましたね。そんな心にもないことを言って私を喜ばそうとお思いになるのですか。そういうふうにおとりになるならおとり下すってもかまいませんわ。 あなたは私の心持ちをよくご存知のくせにそれが少しもわからないのですよ例えばですねあなたはもし私とこうやっているところを先生に見つかったらどんなことになると思いですかそれは覚悟していますわそれだけの覚悟があるならあなたはなぜ私のしないんですか 男の方ってみんなそんなものなんでしょうかね当たり前ですよそれが男なんですからあなた私を疑っていらっしゃるんですねええ多少はねまあ私はバカでしたあなた私をしようとなさるんですねいやそれは誤解です 私はねあなたの言いなりになっているのが少し耐えきれなくなってきたんですよ。私の言いなりにいつあなたが私の言いなりになりました言いなりになっているじゃありませんか。例えばですね3年の長い間私は盗すっとのような屈辱を忍びながら先生の留守を狙ってはそっとあなたに会いに来ているじゃありませんか。 3年ですよ。考えてみてください。私たちにはなぜもっと自由が与えられないのですか。あなたは、あなたは。フィルムはまだ長々とあったにもかかわらず、彼らの会話はここで突然途切れて、以下何事も記録にとどめていなかった。この会話は、 井川博士を十分満足せしめる内容を持っていなかったけれども、博士は三年の日誌を費やした事業が成功したのと、不定なる妻、および憎むべき北田が博士を欺き得たと信じ、彼らの会話が巧妙な方法で、くまで精細に記録されていようとは、夢にも知っていないことを考えると、続々と嬉しくてたまらなかった。 彼は何回となくこの発声フィルムを回転して彼らの会話を再生してニタニタと聞き入ったのだったさて博士は何回となくこのフィルムに聞き入っているうちにふと彼は第二の恐るべき計画を思いついたこのことがたびたび述べた通り賢治が異議を唱えるところであるその計画は 北田を殺害し、この発生フィルムを利用して、その罪を妻の珠世に完全に背負わしてしまおうというのだった。ここにキーとすべきことは、博士が北田に対して殺意を生じたのは、嫉妬による怨恨で彼を憎むのあまり考えついたことと、誰しも信じて疑わないであろうに。博士自身は、全然それを打ち消して、 たまたま発生フィルムの成功によって、それを利用して巧妙な殺人が可能なことに考えつき、それを遂行すること自体に限りなき興味を覚えたのだと主張している。博士の獄中日記の一節に、賢治は世が殺意を生じ、かる後、その予備行為として、彼らの会話を発生フィルムに映し取りたるなりと。 たびたび法廷において論じたり。しかれども、それは全然誤りたる観察にして、世にしてもし最初より殺意あらんか、必ずや他に実行容易にして、かつ適当なる方法を選びしならん。世の殺意は全く、かのフィルムを得たる後に生ぜしものにして、しかも、世自身、甚だキーの感を抱きしごとく、ゴも、 激怒、憎悪、あるいは嫉妬の念より起こりし者にあらず、ただ何人にも看破し得られざる科学的殺人方法の発明に狂気し、それを直ちに実行に移し、もって世が知的快感を満たさんとせし者にあるのみ。その少佐となすべきは、世はあたかも科学者がその研究のため、ウサギ、モルモットのごとき動物を実験に供するときと、 全く同一の気持ちにて、すこぶる冷静に、かつ何ら開婚の情を残すことなく、完全に殺人を遂行することを得たること、これなり。とあった。博士の言う、何人にも看破し得られざる科学的殺人方法、というのは、彼はまず、北田を彼の書斎内で殺害し、これを室内に残して、 彼はそっと外出して、友人あるいは、文科生のうち、適当な人間を連れ来たり、書斎の外に佇たずましめる。それと同時に、書斎内に、密かに装置した発声フィルムを、自動的に回転せしめる。そうすると、書斎の外にいる人間は、あたかも室内で、玉代夫人と北田青年が相対して会話をしているものと信ずるであろう。 かくて博士は完全に疑いから逃れることができる。博士は結果を一層効果的にするために、さらに一二の工夫をした。すなわち博士は北田青年の声色を使って、あたかも彼を殺害したのはま代であるような言葉をフィルムに吹き込み、それを先に得たフィルムにつなぎ合わせた。博士は声色には自信があったし、 室外から最後の断末またる悲壮な断続的な言葉を漏れ聞くのであるから、決して気づかれる恐れはないと信じた。次に彼は北田青年の殺害されている場面に、玉代夫人がちょうど居合わせる方法を考案した。すなわち、発生フィルムが最後に近づき、北田が、すなわち博士の声色。 玉代夫人に殺されたことを叫ぶと同時に、室外に立ち聞いていた博士と博士の友人が、書斎内に駆け込むと、北田の死体を前にして、玉代夫人が呆然と突っ立っているという方法である。この方法を考案するのに、博士はかなり苦心したが、考えつくと彼は非常に狂気した。この考案が、博士をして、その犯罪を実行するのに、 一層興味を持たしめたものと考えられる。その考案というのは、彼はまず、書斎の隣室に妻を幽閉する。そうして、書斎内に北田をおびき入れて殺害する。隣室の出来事であるから、無論彼女に博士が何をしているか分かるに違いない。彼女は驚き悲しみ、嘆き狂い、室内を暴れ回るであろう。 この彼女に苦痛を与えるということが博士を喜ばしたのだ。さて、北田の倒れたのを見すまして、博士は室外に出て計画通り友人を連れ来たり、適当な時にあらかじめ作った電気ボタンを押すことによって発生フィルムを回転させる。フィルムが終わると同時に彼は再び別のボタンを押して妻の幽閉してある部屋と 書斎との間の扉を開ける。この装置は諸君はしばしば郊外電車の自動式開閉扉について見られることと信ずる。玉代は長い間、隣の部屋に出たいともがいていたのだから、扉が開くと同時に飛び出して、北田の倒れているところに駆け寄るに違いない。ちょうどそこを狙って、彼は友人と書斎内に入る。これで、 たまよが北田を殺したのだと信じないものがあるだろうか。博士は着々として実行の準備を整えた。彼は殺害の方法を女性らしく見せるために、毒殺を選ぶことにした。ある日の午後、彼はあらかじめ妻を隣室に閉じ込めた。彼女は何気なく隣室に入ったが、急にガラガラと扉が閉まったので、 はっと顔色を変えたが、もう遅かった。やがて博士は、北田京一郎を書斎に伴ってきた。そうして、手塚からウイスキーソーダをコップに盛って、彼に進めた。北田は、何の予感もなく、博士の差し出したコップを取って、ぐっと人飲みに飲んだ。そうすると、博士はカラカラと笑って、北田及び隣室に閉じ込めてある妻に、 聞かせるハハハハハハ北田君、君は恐るべき毒薬を飲んだのだよ。おい、玉よ、北田君は俺に毒薬を飲まされたよ。お前たちは俺をバカだと思っていたろう。けれども、俺はお前たちの考えているほどお人よしではなかったよ。俺の言うことが本当だということが。 今ようやくお前たちに分かったわけなんだよ。北田は恐ろしさと苦痛と憤激とにじっと聞いていられないようなものすごいうめき声を立てたがしばらくしてばたりと倒れた。玉代は隣室で狂気のように荒れ狂った。井川は北田がすっかり事切れたのを見済ますとすぐに室外に出た。そうして かねてて計画しておいた通り、近所に住まっていた友人の高木という男とその細君を引っ張り出しぜひ自分の家に来てくれと言った高木夫妻は博士の異常に興奮した様子とただならぬ剣幕に恐れて取るものも取り合えず博士邸に堂々した博士は二人を引っ張るようにして書斎の前に連れて行った書斎の中から 男女の会話が漏れ聞こえた。『あなたは私を疑っていらっしゃるんですねええ、多少はね。まあ、私はバカでした。あなたは私をしようとなさるんですね?』書斎の中から漏れ聞こえてきた会話が博士夫人と北田青年だということがわかると、博士の平素を知っている高木夫妻は、 さっと顔色を変えて無言のまま互いに顔を見合わした中の会話はどんどん進行していったやがてコツコツとグラスの触れ合うような音がしたが無論これは博士がフィルムに吹き込んでおいたのである突然北田の叫ぶ声がした「奥さんああなたはわ私に毒を飲ませましたねうん苦しい」 うん、インプ、き貴様は俺を殺そうというのだなうん苦しいうんものすごいうなり声が途切れるとたちまち部屋の中はシーンとした高木夫婦はあまりの恐ろしさに皮脂と抱き合ったままブルブル震えていた博士は計画中の最弱点であった声色の難関を突破して立ち聞いている2人が 北田の声であることを少しも疑っていないのを見ると、思わずにやりとした。極中期による。残る問題は、妻を幽閉した部屋の扉を開けることだった。博士は、仕切りの扉を開けるボタンを押した後、結晶を変えたように見せかけて、部屋の中に飛び込んだ。高木夫婦も、やむなくその後に続いた。 部屋の中では、取り乱した姿の玉代夫人が、床の上に倒れている北田の死骸を抱き上げて、何やらわけのわからぬことを口走っていた。玉代夫人は、直ちに警察に同行された。ようやく気を落ち着けた彼女は、極力否定して、夫の処理だと言い張ったが、無論取り上げられなかった。誰一人、 博士を疑うものはなかった犯行の翌日、博士はただ一人、書斎で北総へ見ながら、証拠になるべき発声フィルムを焼き捨てていた。彼は非常に得意だった。と同時に、あまりに事がやすやすと行われて、爪の赤ほどの疑いをも彼にかけるものがないので、かえって張り合いがないほどだ 彼は世間の人間がことごとくバカに見えた。自分がこういう巧妙な手段でやったことだぞということを大きな声で言ってみたい気持ちだった。ところへ一人の刑事が訪ねてきた。むろん彼は博士を疑ってきたのではなかった。玉代がなかなか頑強で容易に自白しないので当時の状況を もう一度詳しく調べに来たのだった。博士は彼を例の川張りの椅子に腰をかけさせ、ともすれば浮ついてくる調子を努めて押さえて、妻と北田の関係や昨日の出来事をできるだけ暗い顔をしながら刑事に話して聞かせた。刑事は緊張した。そういうわけで。 あれはとうとう北田を殺す気になったのでしょうが、井川はよどみなく述べ立てたが、この時に今まで緊張していた刑事が突然目を丸くして口を大きく開き、まるで幽霊でも見た人のように博士の肩越しにじっと何者かを見据えた。博士は驚いて振り向いたが、見ると臨室との境の扉がそろりそろりと、 生き物のように一人で開き始めていた。博士ははっと顔色を変えた。そうして屋庭に開きかけている扉に飛びついて夢中になって引き戻そうとした。が、それは無駄な努力だとわかると、彼は泣き笑いのような住面を作りながら叫んだ。畜生ボタンを押した奴は誰だ あとで調べたところによると、部屋の外の壁に容易にわからないような場所に装置してあった隠しボタンに触れたのは、珠代夫人の愛病らしいということだった。愛病は別に何の考えもなく、壁に爪を立てたのだろうが、それが偶然ボタンに触れたのだった。かくして理学博士、井川雄一の 巧妙極まる関係を看破したのは一匹の猫であった。